ヒラノ仕様、エンタメ界の巨星スターの奇跡とこれから、最近、芸能界で輝きを放つヒラノ仕様、ファンや妖怪関係者は彼の才能、キャリア、そして信じられないほどの収入に驚いています。この記事では、彼の成功の秘密、最新情報、そしていくつかの驚くべき事実を発見します。 2023年5月に平野史陽がキングプリンスを脱退し、神宮寺雄太と新グループナンバー、愛を結成。これにより、彼のキャリアに新たなページが刻まれた。キングプリンスの撮影中に高収入を得たと噂されていますが、真相はどうなのでしょうか。2022年の平野の推定年収は3億円程度と言われている。この数字は、テレビシリーズや CM への出演。 CD の売り上げなどによるものです。映画の入場料は約1500万円。CM 収入は約4億1000万円。CD 販売収入は約3億7400万円と試算されている。彼が出演した黒崎くんのドラマの撮影料は150万円だったと言われています。しかし、主演とレギュラー出演では出演料が3倍も違います。平野さんは、 シャークや、港警察ミッドナイトランナーで主演を務めるなど、様々なテレビドラマにも出演している。平野さんの CM 収入は2019年に3000万円から5000万円に増え、2023年現在では7000万円に達していると報じられました。個人 CM5 本、団体 CM3 本に出演し、推定収入4億1000万円を稼いだ。この金額は嵐やスマップといった超有名グループと同等であり、 彼らの実力が物語っている。キングプリンスの CD 販売収入は約3億7400万円と推定される。サウンドスキャンジャパンが発表した2022年の年間売上動向によると、キングプリンスの CD 売上は約1537億円で、主な収入源の一つとなっている。平野さんは2023年5月に新グループ、ナンブラを設立し、自身の事務所を設立した。それに伴い、 収入源も変わりました。調べによると、平野氏の議員としての収入はまだ確認されていないという。おそらく2023年5月までの彼らの活動はまさにキングスプリンスだろう。彼の今後の活動が彼の収入とキャリアにどのような影響を与えるかを見るのは興味深いでしょう。平野さんの実家は超豪華な別荘だという噂があります。名古屋市西原町にあるとされる実家は個人事務所を設立した場所でもある。 しかし、実は彼の実家は名古屋の別の場所にあり、祖母がそこに住んでいるのではないかと言われています。彼の贅沢な生活に関する噂は真実かどうか疑問がありますが、かの大成功は驚くべきものです。芸能界で独自の奇跡をたどる平野紫耀、デジタル会員としての新たな挑戦、個人事務所の運営、そして実家にまつわる興味深い噂。これが彼の将来にどのような影響を与えるかに非常に興味があります。 この記事では、平野史洋さんの多彩な活動と輝かしいキャリアに迫りました。彼の成功の背後にある。